クリスティン・ストルメル・スタイラは、ノルウェー、ヌールランケン・ラナ、モ、イ・ラナ地区出身のクロスカントリースキー選手。スタイラは2002年のホルメンコーレンスキー大会で、クロスカントリースキーワールドカップにデビュー。しかしスプリントは、予選敗退、30km は46位に終わった。2003年ノルディックスキー世界選手権代表に、選出されパシュート28位。 30平方キロメートル5位となった。2005年1月22日にイタリアのプラジェラートで行われたパシュートでワールドカップ初勝利。2005年ノルディックスキー世界選手権では10キロメートル9位。パシュートで銅メダル。リレーでは金メダルを獲得する活躍を見せた。2006年のトリノオリンピックではパシュート10キロメートル、30キロメートルいずれも4位。 リレー5位とメダルに届かなかった。2007年のレディックスキー世界選手権では 10km4 位パシュートとリレーで銅メダル 30km で銀メダルと3個のメダルを獲得。2009年のレディックスキー世界選手権ではパシュートで銀メダルを獲得した。2009年スタイラは陸上競技の2010年ヨーロッパ。 陸上競技選手権大会出場を目指してノルウェー選手権5000メートルに出場16分01秒76のタイムで優勝したが15分50秒という参加標準記録には及ばず出場とはならなかった。2010年バンクーバーオリンピックでは 10km と 30km が8位、パシュート4位、リレー金メダル。自国ノルウェーでの開催となった2011年。 ノルディックスキー世界選手権ではリレーで金メダルを獲得 30km5 位パシュート9位 10km10 10位の成績を残した。クロスカントリースキーワールドカップでは2010から2011シーズン終了時点で通算2勝、総合は2009から2010シーズンの6位が自己最高位である。ありがとうございます。